どうも、ご機嫌よろしゅう、本当にご苦労さんなことです。要するになんかこの頃はこういう鬱陶しい人をバックにつけていろいろ頑張ってるわけですけど、昔生ギターの時っていうのはやっぱり非常に禁欲的でありまして、こういう感じで聴いとったんですけど、今日はどんどんこうしていただいて結構ですし、いやお気に、まあ興奮せんと、私ももう恥を忍んでこういう服なんか買うてきまして、これ3800円で靴まで買うて、もう距離揃えてトレーニングしてたわけですけど、禁欲的にならずにどんどん体を動かしてくださって結構ですし、なんならよかったら隣の方とパンツの奪い合いなんかしていただいても結構ですので、頑張っていきたいと思います。では最初に、おまわりさんに捧げる歌という非常に感動的な、おまわりさん、前からあんたに言いたかったことがあるのさ。世の中を良くしたいんだと命かけた真面目なあんた。だけどあんたのやってることはまるで組取り式の便所の仕組みはほったらかしにしておいて、出てきたハエを一生懸命追ってるようなものさ。お偉い方はハエが出たって知らん顔さ。そりゃそうだろう、甘い汁をすれば世の中変わっちゃ都合が悪い。汲み取り式のまままで放っておきたいようなものだから、あんたを使ってハエを追わしてる。おまわりさん、あんたが真面目に働けば働いただけ世の中は悪くなる、なる気がする。トイレは使わぬように、晴れ晴れ流しのトイレだから付近の人がとっても困る。ナンセンス、おまわりさん、あんたがそこでしたくなればきっとするだろう。だけどいつもあんたのやってることはできなくて、トイレに行く人と捕まえて、垂れ流しのトイレの仕組みは直させようとしないようなもの。おまわりさん、あんたが真面目に働けば働いただけ世の中は悪くなる、気がする。
から取ってくぜ金のおかげさ。おまわりさん、そのくせあんたは雲の巣さ、役にも立たない。蝶々やトンボは待ってましたと捕まえられるけど、トンビやカラスは平気な顔して抜けてゆく。そりゃそうだろ、犬が主人に噛みつきゃ偉いと。おまわりさん、言ってやろうか、あんただって便所のハエさ。あんたが真面目なことはよくわかる。おまわりさん、俺の心にもあんたと似たところがあるさ。だけどそれではきっとダメなんだ。そうだろう。ご苦労様でございました。今日は土曜日の夜ということで、ええやんけちょっとぐらい。土曜日の夜っていうのは、いろいろ社会的な条件も重なりまして、人間のより根源的な営みが非常に行われやすい時なんですけど、そういったことに関すると一つ歌ってみたいんですけど、生徒文化の革命って。